にちは。はい、ザック書店の鈴木です。はい、はい、ありがとうございます、今日をご紹介いただく本はどういう本になりますか？はい、ですね、はい、博多で歴女と呼ばれている白駒ひとみさんという方がいらっしゃるんですけども。なるほど、歴女って歴史の歴史の、そうですね、はい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 、白駒さんっていうのは作家さんですか？白駒さんは何、いろいろ結婚相談所も経営していたこともあるはずですし、うんうんうん、作家、今は作家でもあるし、うんうん、講演家でもありますし、まあ多彩な方ですね。なるほど。なんかもともとは CA とかね、はい、そうですね、確かね、そんなあれだったよね。そうですね、確か JAL の、はい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 、国際便のキャリアアテンダントだったはずです、うんうんうん、それがやっぱりね、いろいろな形の経験だとか、はい、そういうことからそういう本、ね、を、ね、出されるということになる。昔は日本が大嫌いで、だから日本人はダメなのよという考え方の持ち主だったらしいんですけども。なるほど。海外へ行くと日本人ってなんて素晴らしいんだろうっていう話を散々聞くようになって、え、日本って私の考えてることと違うのかなっていうことで勉強を始めると、なるほど、素晴らしい歴史上の人物がたくさんいると、これはご紹介したいと、そういう考え方に変わっていった方と聞いてます。それはでもよくわかりますね、はい、やっぱり日本のことってほとんどの日本人ってわからないですよ ね、はい、でかえって例えば外国行ったり、何しろ外国の方と話をするときに、この日本の例えばその伝統的な、はい、例えば歌舞伎のことだとか、はい、相撲のこととか、そういろいろ聞かれて、はい、ほとんどの日本人はいや見たことないというね、歴史を語ることができないというのが日本人の特徴でもありますね。外国行って本当にそういうのっていうのはよくわかる、はい、私は日本のことをもっと知りたくなるっていう感覚がすごくありますね、はい、私も、まあ、こういうぐらいになってからやっぱり相撲が好きになって、はい、まあ、国技館でやるときにはもうできるだけ見に行くという、はい、見に行って面白いなっていうのはやっぱそれまでって、はい、ほとんどですね、相撲よりはむしろ他の格闘技とかね、はい、ボクシングだとか、はい、そんなの行ったりしたぐらいですから、はい、ね、いろいろそういうことからするとそれがこの本ですね。この本には歴史上の19人の人の生き様が書かれてます、うん、例えばどういう人ですか？例えばですね、うん、もう一番皆さんがご存知だというのはどなたですか？クラーク博士、うん、日本人じゃないのも言ってしまいましたけどそれ北海道大学で答えてる大変申し訳ない、いきなり日本人じゃないそこがまずは岡敷さんとか吉田松陰さんとか、まあ、いろいろいらっしゃいますね、うん、そうですね、はい、まあでまあ、歴史上のまさに有名人というか歴史を作ったような人ということなんですよね、はい、なるほど、はい、分かりやすい本ですか？これ分かりやすい、すごく短編になってるんで、うん、一つ一つが短いので、うんうん、読みやすい、はい、なるほど、うん、そういう本です、うん、まあ、ぜひこういう機会にこのいざ自分で過ごしている日本を知ってみるっていうのは、はい、そうですね、いいことですよね。いいと思います、はい、じゃないとなかなかそういう機会がないと。そうですね、ね、はい、楽しみに、これは楽しみにしていてください、はいはい、ぜひ読んでみてください、はい。